ヘナチョコ言うな。結婚？男と男が？しかも俺から求婚して、一体いつ？なんでだ？なんであいつが俺のベッドにいるんだ？どういうことだ？ああ、いかん、落ち着け。そうだ、風呂だ、風呂に入って。だから、船の旅にまでついてくるから。なんでまた俺のベッドにいるんだ、ボルフラム。いい、一人で眠れるから。だから、着々と既成事実を作ろうとするな。だから、ヘナチョコ言うな。くっ、いつの時代も、わがままプー。ねえ、ボルフラム。愛だって言うなら聞くけど、その愛のために何かを殺すっていうのは変じゃねえか。愛っていうのは可愛がったり優しくしたり、なんていうか、相手を生かそうとするもんだろ。だから愛っていうのは誰か一人とかどっちか一方とかに与えるもんじゃなくって、全てのものに平等に与えるもんじゃねえの。愛は与えただけ自分にも返ってくるんだ。愛を与えれば人間たちだってちゃんと返してくる。こいつらだってきっと。言ったろ、愛は与えた分だけ戻ってくるって。俺の覚悟はとうに決まっている。俺がボルフラムを連れ戻す。ふざけるな。あんたな、ボルフラムは、ボルフラムはな、最初から覚悟の上で。ああ、その、俺もさ、婚約者とかいうのは置いといて、ボルフラムのことは友達というか、その、なんだ、家族みたいな感じっていうか。とにかく、俺の魔王と高校生の二重生活はこれからも続いていくんだ。まだまだ大変なこともあるだろうけど、これが俺の選んだ道だから。